アクションを起こしていいいかななきゃいけないわけわですよはい、運気って待ってたってさ、何も変わらないから、はい、僕はさ、いつも四種の神器って言ってるけども、富裕、うん、霊、自爆霊、貧乏神、薬病神って言ってるけども、うん、まあそういったものがやっぱりそ、神類好きなんだね、あの方は、ね。ええー、そうなんです。 はい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ダイオうコンビニ行ったらですね。うん。ダイオの方が売ってたんすよほら !8 割捨てて、スッキリ暮らすって。なんかおめでとうございますこんな本いつ出版したんです本当だね。はい。なんかどっかで聞いたことある言葉ね。ですね。物を減らすコツがありましたって。これダイオのあれですよね。はい。あ、そうなのはい。まあそんな書いた記憶はないけども。え、誰がまとめてくれたんですかね ミニマリストブロガーうん。大悟ブロガーじゃないですもんね。この方の本だね。そうなんですね。あ、うん、これ8割捨ててスッキリ暮らすって書いてあったんで、うん、もうまるで大悟の本かと思って。で、うん、流行ってるんじゃないのそういうの。あ、さすが、ブームの火付け役は、あれですね。いや、ブームの火付け役は誰なのコンマリさんあ、コンマリさん。んさんうん。物片付けブーム。 そうだね、小森さんかなでも秀子さんじゃないですかね両挙党かな両挙党ですね、うん、はい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 一日15分片付けるっていうおういいじゃないですかはいぶ、はいうん、もう15分ぐらい片付けるのいいじゃないですかって思うんですいや僕は一日15分っていうのを提唱してるからねあ本ほんで,ですか、うん、あ物を捨てる時間です物を捨てる時間というかはい一日ってさ、うん まあ24時間あるよね。はい,はいはいはい。で、24時間ある中で、自分の運気を変えようとか、アクションを起こしていかなきゃいけないわけですよ。はい。運気って待ってたってさ、何も変わらないから、はい。自ら積極的にこう変えていかなければ変わらないのが運気ってやつだから、うん、自分の運気を変えるために何かこうね、うん、やっていこう。 となったときに、はい、じゃあ24時間のうちに、数字として、目安として分かりやすいのはどれくらいかなと思って計算したときに、僕の中で15分っていうのが出てきたので、まあ、最低でもやっぱり15分はやらないと意味がないよなっていうふうに思うわけ。はい、そうなんですよ、ね。だっ15分ってなんか意味のある数字なんですかこの15分の何かというと、はい、24時間のうちの1%なんだよ。え そうなんですね、そう、だから24時間のうちに、たった1%の時間を、なんか自分の運気を上げることに使おうよということに、僕はもうそうやって提唱してたんだよね。えー、まさにこの本、大王が書いた本みたいな感じになってますねいや、この方が考えたんだろうね。あそうなんですね。うん、やっぱいろんな人も、1日15分が大事だよっていうことを言ってるんですね。 いや、それは知らないけども、やっぱ僕はね、その24時間の1%って何分なのかなと思ったら、まあ死者購入したら15分なんで、はいはい、まあ15分ぐらいは自分の運気を上げるために積極的に何かやっていこうぜってことを提唱してるんだよね。あそうなんですね。うん、まあこの方はですね<う>、捨て時が分かる9つのポイントっていうことで、うん、え家具の上に物がたくさんある。大体ね、下駄箱の上がいっぱい物が置いてある人っていうのは、家具の上にもいっぱいあるよね。そうなんですね、うん。だから家具の上に置く。 定番っていうのはもうダンボールとか箱類だよね家具の上っていうのは本当その箱を置くためにあるようなものだよねだから皆さんも必ず家具の上には箱物を置くよねそれはもう本当やめた方がいいよねタンスの上とか棚の上とか紙物っていうのは結構置くよねあ、そうなんですね結構置いてしまうのがやっぱ箱だよねだからあの箱はさ、置かない方がいいよねはい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 はやっぱ段ボールは邪気するからさ 邪気をするんですか、うん、邪気吸うから、やっぱり髪類は、はい、やっぱりそういった箱くものとか、結局、うん、箱の上に置いても使わないでしょ絶対使わないですね。うん、それ、次、いつ触るのもう何年後かあるじゃん。はい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 。うん、そうです。え、だいぶさっきさりげなく言ってた邪気って一体何なんですか邪気目には見えないけどもさ、はい、マイナス感情波動ってやつだよね、やっぱりね。 僕はさ、いつも四四の人儀って言ってるけども、冬霊、呪縛霊、貧乏霊、脈病神って言ってるけども、まあそういったものがやっぱり、神類好きなんだね、あの方たちがね。そうなんですねあの方たち神類が好きだから、やっぱ入り込むよね。彼らにインタビューした時に、何が一番好きなのって聞くわけだよ。はいはい。え、いぶインタビューとかしたんですしたよ。目に見えない市民、横領たちに。ちょっと一回試しに聞いてみたんだよね。ああ、試しに聞いてみたんです。んて言ったんですん ?what do you like? あ、英語通じるんですよ。うん、彼らは英語なんだよね。ええー、え、貧乏神とか薬病神も、比較的英語寄りなんですよ、ねうんうん、そ,そうそう。まあそしたら、I like paper って言ったから。しっかり英語でい。<laughs> そうそうそう。だから、はい、あ、紙が好きなんですねと。あ、そうなんですか、ね。じゃあ紙はやっぱり手放していかなきゃいけないなということで、僕<う>も昔そうだったけども、うちの実家とかも、うん、先祖代々、家具の上には段ボールって決まってんだよ。うん まああ、もう。もうだもん。もいや、う。ちの実家のタンスの上にやっぱり置かれてました。だよね。はい。昔さ、意味もなくさ、はい。すごい細長い箱みたいななかったこう。厚くないんだけど。はい。段ボールっていうかさ、はい、紙や。はい、何が入ってるのか知らないけど。はいはい。あ,あったと思う。例えば学生服が入ってたさ、その、なんちゅうのあの、そうです服を入れる。 あれ、ありましたよ。紙箱。ちょっとそんな。紙箱ありましたね。そうでしょはい。あるやっぱ置いてしまうんだよね、どうしても。ああ、そう。着物とか、うん。そういうもの、確かにそういう箱に入ってますよね。入ってるよね。はいはいはい。だからそういうのがさ、まあ僕はいらないんじゃないのという派だから、入らないのって思うでし洋服ダンスに。そうですよね。うん。だとしたら、まず洋服ダンスの方をクリーンにして、そうそうそう、その上のやつ入れたらいいじゃない。 そうですよね、そうですよね。だってそこに入りきらないものはいらないでしょ、もう。あそもそも論だよ、もう。はいはいはい、そうですね。もうその、洋服ダンスに入らないようなものさ。はい。家族4人がそこに入れてますって言うならわかるけどさ。そうですね。洋服ダンスに入ってるものすら、うん。わかんないじゃないですか。わかんないね。もうほとんどいらない可能性あるじゃないですか。いらないよ、いらないよね。はい。うん。だってこうやって引き出してあげる、これいつのですかみたいなやつ。あるじゃないですか。そうだね、そうだね。 それ見つけた時点で手放しつ準備を始めちゃうらしいですね。いや本当にそう思うよね。だからこれをよくねうまいことまとめてあるね。あ本当ですか。結構台本の中で気になることあります。捨て時がわかる心のポイント。家具の上に物がたくさんもう本当その通りだよね。すぐに気が散る。あだからすぐに気が散るっていうのはさデスクワークとかしてる人わかると思うし、まあ最近テレワークだし、机 っていうのは、はい、ものがたくさんあると本当に集中できない、一回も全部どかしてみて、はい、デスクワークした時ときと、はい、の今の状態で、ね、仕事したときの集中力が全く違うんだよね、ものがあると本当に、ね、集中力が散漫になっていくから、うん、これは本当に気が散るんだよ本当に、すぐに気が散る。 あ最近仕事に集中できてないなと思ったら何かが散らかってるサインとかがあ。何かが散らかってるし、やっぱりパソコンとかで作業されてる方っていうのは、うん、デスクトップの人なんかは、はい、そのモニターの後ろとか絶対拭かないから。うん<も>そうですね。まあノートの人もいるだろうし、はい、あのね、デスクトップの人もいると思うけども、はい モニターの後ろは誇りだらけだし、うんうん、配線も誇りだらけになってるから、誇り、ね、イコール邪気だから、はいはい、もうそれもやっぱり集中力がやっぱり散漫になっていくはずなんだよ。あ、だよ、ちょっと、誇りは目に見えるじゃないですか。うんうん、邪気って誇りにどうなってるんですっまとわりついてるからもう。あ、そうなんですね。いや、あいつらはだって汚れてるとこ大好きだから。はい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 。もうジメッとしてるところ、汚れてるとこ、汚いとこ、臭いとこ大好きだから。はい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 。もうそういうとこにも必ずいい、もう誇りがあったらもう邪気だから。もうあ そうなんですね。そう。だからそういう中で仕事をしてるよりも、もはい、綺麗にした方が仕事の生産率は絶対に上がる。<ー>でやってみたら分かるんだよ、これ。そうですね。集中力が全然違うから。うん、だからもうデスクの、まうん、周りとかももう、もう全部もうブルドーザーだからさ。うん。う,ん、うーって。 ああ、なるほど。上に置くんじゃねえと。そうそう。何もない状況の中で、仕事した時と、あとパソコンのね、まあ、ノータイの人もいるだろうけどさ。はいはいはい。それで、仕事した時の効率っていうのはもう、絶対的に違う。はいはいはい。100%違うから。なるほど。それって、なんか奥様で言うと、なんか家系図を書いてる時とか、ついついなんか携帯が気になっちゃったりだとか、まあそういう時はなんか、替え時かもしれないいや、もう替え時だよね。もうね、どこいいんじゃないですか。そうですね、そうですね。やってほしいですね。まあ、掃除しにくいとか書いてある。それさ 僕言いつも言ってるけど床面積を広げようっていう提唱してるからやっぱりね床にいっぱい転がってたら掃除機かけらんないからねそうですよねだから物が多いから掃除ができない、はい、掃除ができないから汚れていく汚れていくから邪気が来る、はい、邪気が来るから体調も金運も仕事もご縁も全部なくなっていくっていうこの負のスパイラルから抜けられないんで、はいはい、なるほど大変そもそもなんで床面積広げるといいんでしたっけ床イコール自分自分身だから はいはいはい、はいうん。だから床の上に伸べて巻なしいろんなものが置いてあって、床面積が妨げてるから、はい、本当の自分を出せないわけですは,いはいはいはい。だからそれを徹底的に排除して余計なものは手放していきましょうね、はい、っていうのを提唱してるから、はい、本当に床の上にいろんなもの散らかったら掃除機かけられないからね。そうなんですよね、うん。だから掃除機かけられないから、 ほこりが溜まっていくから邪気が来るほこりが溜まってるからそれを吸うわけだからさ気管支に来る、うん、病気になるっていうもういいこと何もしつないからそうですねそうですね、うん、うわーまずはちゃんと床面積はしっかり開けといてほしいですよねうんこ,こういうパターンなんか面白いですねあまるで大王の本みたいなやつを探してくるパターンですね <laughs> 別に何でもいいいいいんだけどはいはい、はい 僕結構アマゾンとかでいろんなリサーチをしてるんですけどこのシリーズ相当あるんですよ8割捨てっていうのって結構みんな注目してんだなって思いますあそうなんだはいこの方が考えたんだろうね8割捨てるってねあそうですね全国いろんなところにでもその直感が降りてくる人ってもう多発的にあるってことですかねいやそれは分かんないけども8割捨てたらね人生変わるから めっちゃ面白い話があって、うん、電話を開発したグラハムベルっていう人がいるんですよ。うん、その人が、うん、特許局に電話の申請をした日に、うん、全く会ったことない別の人が、うん、同じ、同じ発明を特許申請しに行ったんですって。おもう100匹目の猿現象だね。 なるほど。だよ、もしかしたら宇宙が八王し捨てをしてるのかもしれないですね。いや、それ宇宙の法則かもしれないね。かもしれないですね。ええ、めっちゃ面白いですね。いつかこの方ともなんか対談する機会があったら。そうだね。そうですよね。面白い。ど、どこでその着想を得たんですかね。ねえ、ほはね。はい。面白いなって思うので。 まあそういうのがあれば、もうどんどん、い。あの、いいんじゃない紹介していってね。そうですね。ぜひですね。同じ、志を持つ仲間なので。本当にいいと思いますよ。そうですね。でも、こんなこと言うのもあれですけど、うちもこういう本出したいですね。これ何ていうのこれムック本っていうのこれムック本って言うと思います。いいですよね。はい。羨ましいですよ、なんかちょっと。はい。ぜひですね、あの、ムック本を出してる出版社の皆様、どうぞよろしくお願いします。 このチャンネルでは開運するための情報や物を手放すための情報、そして物を手放しブックの紹介や、えー、いろんな情報を配信しておりますので、ぜひですね、チャンネル登録をよろしくお願いいたしますということで、今日はバイバーイ